ビサヤ諸島の戦い。ビサヤ諸島の戦いは、太平洋戦争末期のフィリピンビサヤ諸島において行われたアメリカ軍を主力とする連合国軍と日本軍の戦いである。すでに占領されていた、レーテ島以外のビサヤ諸島の各地に残る日本軍が連合軍による総統作戦を受けて敗北した。ミンダナオ島の戦い背景も参照。 ビザヤ諸島のレーテ島やセブ島、ネグロス島など各地には日本軍が航空基地を設けていた。しかし、レーテ島は1944年末に連合軍に占領され、ルソン島の戦いまでの一連の戦闘の結果、日本軍の航空戦力は壊滅状態に陥っていた。無力化された各拠点には航空部隊の地上要員などが取り残され、 分散配備された第102師団、福江真っピラ中将が防衛に当たっているだけとなっていた。指揮を取るべき、鈴木隆志作中将の第35軍司令部は、霊気島の戦いの前線指導に赴いた後のセル島復帰、ミンダナオ島天心に苦労し、有効に全体指揮を行える状態ではなかった。フィリピン全土の占領を目指す、ダグラス・マッカーサー司令官の方針により、 連合軍は、中南部フィリピン一帯の解放を目的とした一連の、ビクター、ビクター作戦を立案した。うち、ビクター1号作戦は、ネグロス島北西部及び、パナイ島に対する計画、ビクター2号作戦が、セブ島やボホール島に対する計画であった。パラワン島についても、ミンダナオ島の戦いと、南シナ海の通商破壊に利用するための、 航空基地設置の意図で進行することになった、ビクター3号。中南部フィリピンでは、現地人のゲリラ部隊が優勢で、アメリカ軍の作戦に抗して、日本軍を攻撃した。まず1945年2月28日に、アメリカ第41不評師団の第186不評連隊など8150人が、西部のパラアン島、プエルト・プリンセサに上陸した。 日本軍の守備隊は、第102団からの2個中隊の他飛行場大だいたい1個程度しかなく壊滅した。パラワン島に付属するカラミアン諸島のコロンワン白地も間もなく占領された。パラワン島の航空基地整備は、当初計画されたミンダナオ島のサンボアンガ上陸には間に合わなかったものの、以後のビサヤ諸島の戦闘では活用された。なお、パラワン島では、 前年の1944年12月に連合軍上陸との合法があり、その際に日本軍により連合軍の捕虜約130人が処刑される事件が発生したとされるパラアン島捕虜殺害事件。3月18日にアメリカ軍第40不評師団の第185不評連隊はパナイ島に上陸した。日本軍の守備隊は 第102師団から派遣された一個大隊であったが、ほとんど抵抗できずに、山中へ撤退した。続けて、隣接するギマラス島も占領され、白地を管理していた日本海軍部隊は壊滅した。セブ島は、日本軍のビサヤ諸島防衛の中心拠点で、第35軍司令部と兵力14,500人が置かれていた。もっとも実態は脆弱で、兵力の大半は、 航空規制備員や野戦病院職員、憲兵などの広報部隊であった。主力の第102師団は各地に戦力を抽出されて一個大隊しかなかった。他に、ゲーテ島から撤退してきた第1師団、片岡忠史中将がいたが、わずかに人員補充を受けた程度で、1000名の主に傷病兵からなる名ばかりの師団であった。日本海軍の大規模な飛行場と、 第33特別根拠地帯、司令官、原田聡少将があったが、戦力は、少数の特殊戦航艇、公表的と急増の陸戦隊があるのみだった。第35軍司令部は、ミンダナオ島へ移動途中で、第1二2師団長の福江中将もお礼手島からの、無断撤退の疑いで一時職権を停止さていた、関係で、地上戦の指揮は、 第102師団の不評第78次予団長であった万丈目武雄少将が実験を担った。連合国軍の上陸までの間、第33特値の特殊戦航艇は、民棚岡海での連合軍艦戦攻撃や、用人輸送を活発に行っていた。日本側は、巡洋艦や輸送戦撃沈など、多数の戦火を記録しているところ、リバティ戦、オリバー・ケリー、 オリバー・ケリーの損傷などはこれらの特殊潜航艇によるものと見られている。なお、第33特根司令官の原田聡少将は特殊潜航艇母艦である千代田の艦長を見たことがあり特殊潜航艇部隊の運用経験が深かった。3月26日に激しい砲爆撃の援護を受けてアメリカ軍のアメリカル師団がタリサイ地区に上陸を開始した。 現地のゲリラ部隊8500人が共同した。第33特値の残存特殊戦工程は自沈した。日本軍は弱体な戦力の割に激しく抵抗し、時にはアメリカル師団長を驚かせるほどだった。アメリカ軍の損害は日本側の損害に比べればかなり少ない数である。ものの、ビサヤ諸島の戦いで最大となった。6月下旬までに 島の主要部の制圧を終えたと判断したアメリカ軍は正規部隊による攻撃を停止し、以後は現地人ゲリラのみによる掃討が行われた。セブ島の日本軍指揮官の多くは総攻撃に出て玉砕すべきと主張していたが、ルソン島の第十四方面軍司令部はこれを却下して遊撃戦を中心とする自給戦にするよう加盟した。そのため、セブ島諸隊は 太平洋戦争終戦の8月頃まで、連合軍側のゲリラと戦い続けた。4月11日、アメリカ軍1個大隊が、ボホール島に上陸した。日本軍の守備兵力は、レーテ島に抽出されて1個中隊しか残っておらず、ほとんど抵抗できなかった。5月初旬に、アメリカ軍部隊は撤収し、以後は、ゲリラ部隊が、日本軍の総統を担当した。 終戦までには、ビサヤ諸島の主要部は、連合軍の支配下になっていた。日本軍は戦闘で、多数の死傷者を出した上、ジャングルに追い込まれ、飢餓と病気、ゲリラ攻撃で消耗していった。日本軍は、各地で孤立して、ボロボロの状態で終戦を迎えた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。